ノートの取り方。はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけども、メルマガの読者さんから、ノートは取るべきですか、また、取る場合どうやって取ったらいいですかっていうご質問がありましたので、今回ね、あなたと共有させていただければと思います。そもそもノートって何のために取るかっていうところなんですよ。このね、目的、いわゆるノートを取る目的、これ間違ってる方非常に多いんですよね。多くの方がノートを取るのは、いわゆる解けなかったものとかね、ちゃんと整理できていないところをちゃんと頭に入れるためっていうふうに、まあ、答えるんですけれども、まあ、それは間違っていません。ただですよ、ただ実際にやっていることって何なのかっていうと、ノートを取ることが目的になっている方がほとんどなんです。ノートっていうのは、取ったものをそれを使って復習しなかったら全く意味がないんですよね。一回ノートを取りました、それでじゃあ頭に入るかって入らないから、それを使って何度も復習をする、これによって頭に定着していくわけなので、単にノートを一回取ってそれはもう本棚の中みたいな感じだったら意味がないわけですよ。でも多くの方がノートを取るだけでそれで復習しないという方が非常に多い。で、その点はまず一つ目として注意してください。で、話はちょっと戻って、そもそもじゃあノートを取るべきなのかというところなんですよ。私はね、お客さんに対して、別にそれに取らなくていいって言うんですよね。で、なぜかっていうと、ノートを取るってすごく時間かかるんですよ。文字にこう起こすわけですよね。文字起こしするんで、非常に時間かかる。だからできるだけ最低限にしてほしいんですよね。だから一番まとまっているものっていうのは参考書なんですよね。過去問集とかよりも参考書が一番まとまっているわけですよ。だから参考書にも書いてあることについては別にもう書かなくていいわけです。あえてノートに書くってことは別にしなくていい。ただ過去問を解きながら、あ、なんかわかんない問題が出てきて、解説見た。で、その解説の内容がもしね、参考書に載っていないということがあったならば、それは、書き込むってことはしてもいいと思います。ここでね、ノートを取るというよりも、こっちに書き込んでいった方がおそらくいいです。結局ノートと参考書ってこう2冊になるよりも、参考書に全てまとめておいた方のが勉強しやすいんですよね。例えば、相続のところを勉強して、相続の、ね、ところをノート、別途ノート作りました。で、またね、相続の問題が出てきて調べようってなった時に、こっちも調べる。で、ノートも調べるってこうめんどくさいじゃないですか。それなら、相続のところにノートのね、あ、相続の、この中に、例えば付箋だったりとか貼っておく。また書き込みとかをしておく。っていうことをしといた方のが、使い勝手もいいですよね。もちろん参考書はどん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 付箋とかつけていくから厚くはなってきますけども、そっちの方が使い勝手はいいと思います。ただ、付箋って言っても、付箋ちっちゃいじゃないかって思われる方いると思うんですけど、このぐらいの付箋ですかね。このぐらいの付箋、手のひらサイズの付箋ですかね。これであれば意外と文字書けるわけですよ。で、書いてこうやって貼っていくと、まあ、いう感じです。これであれば文字数もそんなにめちゃめちゃ時間かからないわけですよ。少ないわけなんでね、文字数が少ないからそんなに時間もかからないし、それぐらいであればいいと思います。まあ、ただですね、そんなに過去問集の答え解説のところに乗ってて参考書に載っていないってことはそんなに多くないと思うんですよね。まあ、判例ぐらいかな。判例ぐらいはね、載ってない場合あると思うんですけど、ちゃんとした参考書であればじゃあ載ってますんで、まあ、そんなにめちゃめちゃ書き込むってことも多くないと思います。で、実際ね、過去問集をやるときに一番使ってほしいのはこの問題文理解を、問題文をちゃんと理解するための図示なんですよ。これは行ってください。これは別にやんな、まあ、過去問集からね、やったやつをこう、書き込むっていう、付箋をするっていうよりも、これは別にやんなかったとしてもですよ。これやんなかったとしても、こっちは絶対やってほしいんですよ。いわゆる、A さんがいます、B さんがいます、A さんが持っている債権を C さんに譲渡しましたとかね。もう A、B、C とか3人ぐらい出てきたら、もうこれノートに、ノートっていうか、まあ、私はもう裏紙って言ってるんですけども、もう裏紙に、こうやって A さん、B さん、C さん書くと。で、書いて、で、あ、こういう状況なんだっていうことをもう理解するぐらいですかね。で、こう、債権が、権利があって、この権利を C さんに売りましたって、まあ、このぐらいでいいですよ。譲渡みたいな。まあ、このぐらいの図ですかね。
は書いておいた方がいいです。じゃないとね、何が何だか分かんなくなるからね。でこれが B さん、C さんから B さんに通知とかね、あ、こういう問題文は状況なんだっていうところをちゃんと理解するためです。 A さんから通知したんじゃないよと、こうじゃなくて、まあ、こうなんだというふうに分かるようにね、書くわけです。これちゃんと書いてなかったら答え間違えるんで、ちゃんとこういったものは書いていく。だから今ね、これ適当に書いてるんじゃないですか。これ私は分かるんですよ、これでね。もしかしたらあんたこれ分かんないかもしれない。でもこれって別に自分が問題文を理解するためのもんなんで、裏紙でもいいし、取っておく必要ないんですよ。もうその日のね、勉強終わったら私はもう捨ててました。いらないから、もう使わないんでね、これは別に取っといても仕方がないじゃないですか。だから別にポンって捨てるという感じなんですよね。でもこれは重要なんですよ。問題文をちゃんと理解するっていう上でですよ、すごく重要なんで、これはやんなきゃいけない。だからこれ絶対やると。で、過去問集の今言った一番最初に言ったその書き込みとか付箋っていうのは、まあやってもいいし、やんなくても別にいいです。もう一回ね、過去問でおそらく復習するわけなんで、その時にまたね、問題これ読むわけ、解説読むんですよ。で、ああなんか書いてあったなっていうふうに、もう一回読むわけなんで、別にここは書き写さなくてもいいです。それよりもですね、ここに載ってないけども重要なことってたくさんあるんですよ。そういったところはちゃんと、書き込んだり付箋はしていった方がいいですね。それ例えばなんですけど、それネットで調べた内容、いわゆる私がずっとね、言い続けてるのは、理解学習をちゃんとやっていくってことがすごく重要なんですよ。理解学習をね、単に丸暗記では全然実力上がってこないんですよ。だからちゃんと理解しながら学習しましょう。でも参考書には理解すべき内容載ってないですよね。だからネットで調べていくわけですよ。で、ネットで調べて、あ、こういう理由なんだって分かったことに対しては参考書とかに書き込む、付箋をしていく、これは絶対やった方がいいです。これはね、なぜかっていうと、ネットで調べてるわけなんで、また問題やりました、ネットで調べました、これめんどくさいですよね。これ時間かかるんですよ。1問あたり私はね、30分とかかかってた時もよくありました。だから1問って4選択肢あるじゃないですか。その時に2時間かかるんですよ。 1問やるだけで、難しい問題だと2時間、そんな勉強してたんですね。でね、一見するとこれ非効率だなって思われるじゃないですか。実際それでちゃんと理解をしてるから実力がちゃんと上がる、だから一発で合格できたんですよね。それであったとしても、まあ、全てが全て30分かかるってわけじゃないんでね、もちろん10分ぐらいで終わるものもありますし、まあ、だからちゃんとネットで調べたことは書き込みをしたり付箋をしといた方がいいです。またね、調べるときにもしかしたら、それ見つけられない可能性あるんですよ、ネットだと。だからそれを防ぐためにこれをやっておく、付箋とか書き込みとかを、まあ、しておく、まあ、別途、まあ、ノートでもいいんですけども、取っておくってことをしといてください。例えばどんな内容かっていうと、そうですね、相続の部分の、まあ、具体例ですよ。具体例で言うと相続の部分の代収相続のところですかね。ちょっとね、持ってたら開いてもらいたいんですけども、排除とか結核、相続結核の場合は代収相続あるんですけども、相続放棄の場合って代収相続できないんですね。で、これおそらくね、そのまんまそう書いてあると思うんです。そう書いてある、もしくは表になってたりとかね、してるかもしれないけども、これちゃんと理解をしておくと、それあんま覚えなかったとしても相続放棄は代収相続できないんだっていうのは当然なので理解できると思います。で、そういったところを書き込むんですよ。これどういったことかっていうと、相続放棄ってどういった場合にするか、これ考えてほしいんですよ。これって親が借金めちゃめちゃ莫大にある時なんですよ。でね、いわゆるプラスの資産、多分現金だったりとか、まあ、株とかですね、それがもうほとんどない、結局プラマイすると、プラスの資産とマイナス資産考えたら、もうマイナスの資産がめちゃめちゃある時って、おそらくね、子供である、例えば私は相続放棄したくなりますよね。こんなバーンと借金バーンと自分抱えたくないんで、だから相続放棄したくなるわけですよ。だからそういった場合に相続放棄は使うんですよね。となってきた時に、じゃあ私が死んでましたと、で、代収相続に、じゃあ私の子が、代収相続するってなったら、もうその子も基本的には放棄するわけですよ。同じくですよね。めちゃめちゃ借金抱えてるわけなんで、バーンでこれ来ると困るわけだから、私が死んでて代収相続で子供、私の子供が代収相続するってなったら、もう相続放棄するとってなってくると、結局は代収相続する意味がないんですよ。結局はみんな放棄するから。
ながら相続放棄の場合、相続放棄の場合は代収相続はもう適用しないよと、できないんだ、もうしないんだっていうようなルールになってるっていう話なんですね。っていうふうに理解をしとけば、別にね、覚える必要もないし、その理解を参考書にどうやって書いておけば、付箋で貼っておけばね、それでも OK ですよね。そういった理解の部分についてちゃんと貼っていかないといけない。ちゃんと、書いていかないと、また調べるって時間がもったいないんでね。っていうふうにやっていきましょう、という感じです。で、ある程度も勉強された方と全く勉強していない方って、ちょっとね、ノート、あれが違うんですよ。取り方っていうのかな。そもそも初めて勉強する人っていうのは、ほとんどがわかんないんで、わかんないことをじゃあノートに取るってなったら、もう全部取んなきゃいけないわけですよ。ですよね。だって初めてなんで、わかんないことだらけじゃないですか。その状況で、はい、ノートを作っていきますってなったら、もうね、めちゃめちゃ時間かかって、もう超非効率です。もうそれ絶対やめてください。だから、個別書でも教えてるんですけども、まあ、ある程度7割以上解けるようになったらですよ。7割以上解けるようになったら、でもね、ここを見ると7割以上ね、3割ぐらいは解けないものもあるわけですよね。そういった部分については、じゃあまとめるものを、じゃあノートを取っていきますか、みたいな感じにするんです。初めからノートを取ってったら、そんなのね、時間かかりすぎるし、結局の時は参考書に書いてある内容ぐらいなんですよ。初めての人っていうのはね。だから、もうそんな取らなくてもいい。で、ネットで調べたことだけちょちょっと付箋していって、で、最後の最後で7割以上解けるなんて、解けれないものがまだちょこっとあるから、じゃあそれについて、ノートをまとめるっていうふうに、まあ、するぐらいのがいいですね。そういうところはまだ、効率です。効率的です。で、ちゃんとここで、まとめたものっていうものは、まあ、ノートであり、ノートかな？なんだろう。ノートになるのかな？ちゃんと、常にバッグに入れておいて、いつでも勉強できるようにしておく。まあ、空いた5分とかでも、そのノートパッと開いたら、ね、勉強できるわけじゃないですか。だから、常に持ち歩くってことを、まあ、やるといいです。まあ、実際私はね、これやってなかったです。やってなかった。で、なぜかっていうと、めんどくさい。書くのが。ね。書くのがめんどくさい。ただ、書いて勉強した方がいいっていう方もいらっしゃるんで、そういう方は、これでいいと思います。私はもう過去講習の解説とかでも、書き込んでたんですよ。こっちに書き込んでた。で、問題を解きながら、問題チェックしていくんですよね。解けない問題はチェックしてあるんですよ。だから過去問集だけ持っていたら、解けない問題だけ絞って勉強していくんで、結局は同じことをやってるんですよね。できるだけ私はノートを、文字を書くのがめんどくさいから、こっちに書かずに、ここに注釈みたいな感じで最低限のことしか書いていない。ポイントだけパパッと書くぐらいかな。調べたこともこっちにちょちょっと書いていく。いく感じですね。まあ、それはもう人に応じてです。ノートを書いた方がいいっていう方は、このぐらいになった時から書き始める。ノート書くのめんどくさいなっていう方は、もう最低限付箋とか、過去問集の書き込みとか、ぐらいで終わらせる。ぐらいのはいいです。で、一番最初に言った通り、この問題文の理解ね、この図紙のための、こういった自分でわかるようなこれ。これは、書く。で、捨ててもいいです。だから、電車の中とかだとこれできないんですよね。混んでると。だからそういった場合はこういった問題じゃなくて、こういった問題を解くんじゃなくて、もっと覚える問題、まあ、法令上の制限とかだったらね、こんな図紙までは別に必要ないものが多いんで、そういったものを勉強したりとかする。そしたら時間のね、うまいこと活用にもなりますんで、そういった感じでやっていくといいと思います。効率的な勉強して、短期間で無駄なく楽に合格したいあなたへ。レトスは個別指導を行っております。ぜひ今すぐ右上のボタンもしくは下の概要欄から詳細をご覧ください。またチャンネル登録や毎日3問過去問を分かりやすく解説したメルマガも下から無料でご登録いただけます。試験勉強に役立てて次の試験で絶対宅建合格しましょう。